吉田さん、まあこう決めつけられたわけではないんですけども、なんとなくねこんなこともあるのかなと思ってちょっとお話してみたいんですけども、なんかその今までずっと自分がいた業界でうだつが上がらなかった人がね別の世界に行って一発当てるみたいなのはまあよく聞くじゃないですか。でも考えてみたらずっと同じ業界にいてうだつが上がらない人って山ほどいるんですよね。まあその業界によその業界から来た人がちょっと頑張ったらごぼう抜きで一躍人時の人となるってことは実はできるんじゃないかなって気もするんですよ。まあですんでね、まあスマップの森くんっていうやつだったかな、なんか、まあ、そもそもそのレースの世界でお金とか時間をかけれる人がそんなにいなかったからアイドルからポーンと移って森くんが有利だったみたいなことがあるのかなとかね、想像しないでもないかなと思いますけども、なんか結局そのあらゆる業界がねベテランとか上級者で埋め尽くされているんだったらその方向転換してよその業界から来た人にチャンスはほとんどないと思うんですよ。でも実際にいつまでもこの業界いてもダメだよねって人がすごくどの業界にも多いってことは、まあどの業界もねトップになれないにしてもすぐに中堅どころとか重鎮にはなれるんじゃないかなというふうなねことを考えたりしますよね。 FX の業界も結構ね腰が入ってないんですよ、やっぱり多くの人は。だから昨日今日 FX を始めた人に抜かれちゃうんじゃないかなと思うんですよ。まあまさにその下克上がないんだったら、なんですかね、まあ、本当に大企業みたいになっちゃって下から順番に上がっていくしかないみたいなことになってね、まあ、大企業ってのは他の業界から来た人がポーンと来てねそれでいきなり時の人みたいなのないですからね。それこそヘッドハンティングして無理やりよその生え抜きを高い待遇で引っ張ってこない限りそういうことなくって、自分の意思でこの大企業に入ろうかなと思った人はまず門前払い食らったりとか、門前払い食らわないまでもその会社で長年育ててきた人を優先になるんでね、なかなかこうポットでにチャンスはないのかなと思うんですよ。だからレースの世界って結局お金がむちゃくちゃかかるから、お金がなくって本来ならあるポテンシャルが出せない人って多かったんじゃないかなって気もしますよね。あとはなんかねあまり聞きたくないことだったんですけども、やっぱりショービジネスの世界なんでチケット広告らしいんですよ、これは森くんのこと言ってるわけじゃないんですけども、レースの業界のことなんですよね。結局ものすごくお金とか人気を集めれる人がなんかそのレースで実績出さなくても来てほしいみたいなことがあるらしいんですよね、まあ、そのバランスがあるんでしょうねきっとね。どうなんでしょうね。いらっしゃい。